は2代目ファンキル先生声優の結城かなです。そして今回サポートしてくれるのはこちら、はい、ディレクターの富田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではもう今回も早速、テーマを発表しますよ、はい、今回はレアメダルスロット1時間で星6分が出るか挑戦。長いどうしたんですかこの企画。俺いるこの企画俺これいる必要ある？あるあるある、超あるある。じゃあいいだって今までレアメダルスロットの回確か2回やってきたんですけど、両方1人だったんです。はい、そうですね、見ました見ました。いかんせん寂しい。でも出た出なかったっていう2パターンしか俺ないですけど。あ、出たってなったことない。あ、じゃあそれこそ俺ワンパターンしかないですよ。なんで回してる間の話し相手が必要ってことで。ああ、そういうことですね。そういうことです。わかりました。もうこれをきっかけに富田さんのすべてをここにさらけ出していこうという企画でございます。わかりましたということで今までやったのが確かブグ出るまで帰れませんかなと、あと100連です。100連、はい、やってましたね。1回目がすごい微妙な合格ラインが出て、目玉じゃないところが出て妥協点で終わったんですよ。なるほど。しかもなんかね、あれですよね、箱根行ってお土産が美味しい美味しくないみたいな話をしてる時にペロって出て、はい、あってなったんですよこれ箱根めっちゃ美味しい塩辛の知ってます？私一応お土産では買ってきたんですけど、それがで2回目が何の演出もなく出たんですよ。だって170回今引いたわけでしょ。そんなハンデがあって先に出されたら私はさすがに帰りますよ。じゃあ勝負だからね、勝負だから。あっじゃあまあ今回もきっとそれを見逃さないように見逃さないようにやっていきたいと思います、はい、ということで1時間という時間制限がありますから、早速やっていきたいと思います、はい、スタート。前回から違ってる場、はい、あれがあるんですよ。これ10連ね、10連できるようになったんですよ、はい、これでいつもの10倍の速度で弾けますよ。もうこれ一発で終わっちゃうな。1時間中に弾けばいいだけ？そうですそうです。あ、本当？じゃあ1分で終わる可能性あるってこと？あるあるある。ようやでは早速回しましょうか。記念すべき1回目、10連がねあるからね。そうです。まあメダルもいっぱい溜まってますからね、はい、これでこれはシンプルですね。きっと出ないでしょう。はい、4は出たよ。こんな感じです。ほ、このリアクション俺があとなんか何十回と続けていく自信がない。ほら、赤く光ってからの逆回転からのカットイン。ほら来た、これ来るでしょ。これでもう終わっちゃうんじゃない？収録お金。じゃらららん、星5。ほら終わり終わり終わり。あ、星6だった。ダメダメ。1回目はこれで妥協して OK だったんですよでももうこれいけるよ。サクサクいけちゃいますよ。出る気がするよ。あ、これなんかトークする暇ないなこれ。ねえ、もう出ちゃうね。またお金だけどきっとさ出るんでしょ。ほら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 、ヘラクレスさん出ちゃったもん。これ来たな、今日私来てるな。10連だと早いね。ね、そう本当にこれはありがたい。おお、指輪指輪。カットインが出てる。ほらカットイン来た。お、すごいすごい。星5分、あんなに時間かかって作った清正がこんなちょろって出ちゃうんだよ。びっくり。メダルをいっぱい貯めてたおかげですね。知らない人は清正作れるまで帰れませんを見てくださいねあれはひどかった。すごい、星5前より出るようになった気が。あれそうかな。まあまあでも過去増えてるから。そっか、10連だからそういう気がしているだけかもしれない。そう、トーク案があるんですよ、このために。台本に書いてある。どんなトークがいいんですか？じゃあ、はい、トミーさんの甘酸っぱい話。はい、甘酸っぱい話チョイスが。甘酸っぱいってなんだ？あああ、終わりー。はいはい。出ちゃった。これ何分経っ多分10回ぐらい10連かける10ぐらいやってるんじゃないかな、12回ぐらいやってる、メダルから言うと。やった、うん、出やすくなった気がする、やっぱりかもしれないですね。でもよく考えたら、はい、これ10連がある前は、はい、この10倍の時間かかって1個目ってことですよね。そうです、そうです。100連回してる。じゃあ前回かな、うん、100連の時と同じぐらいの確率だ。出たよ、スタッフさんどうする？甘酸っぱい話出たんですけど、甘酸っぱい話。甘酸っぱい話なんだか。ほら、ちょうどバレンタインとかそろそろ来るじゃないですか。なんかないんですか？あんまねえな、俺甘酸っぱい。じゃあプロポーズの言葉。ほら、スタッフさんからプロポーズ。プロポーズは、いや普通に結婚するかって言っただけですよ。そろそろ結婚するかって言っただけですよ。そんな何もムードも何もないですよ、僕は。皆さん、はい、ちょっと私のこれおかげですよ。こんなトミーさん見たことあります？皆さん。これは私ちょっといい仕事したなと思いました。はい。二人ともなんか顔赤いもん、なんかふってなって。いやー、そんな話ですね。はい。ゆうきさんないですか、甘酸っぱい話は。ゆうきさんの甘酸っぱい話？はい。そうだな。甘酸っぱい話なくない？意外と難しいよね、甘酸っぱい。ないですね。プロポーズされたこともないし。バレンタインに昔もよく大勢に配ってたんです。でも本命の人にあげようと思って、すっごい1人だけ大量に10個入りとかのトリュフとかを作り、これは渡す、これは義理じゃないって言って「って言って目の前でガチャって開けて、みんなで食べてってやりました。どうよ、踏み切れなかった、踏み切れなかった甘酸っぱい話でした。ああ、もうやだ、こういう話ね。本当やめよ、やめてよね、本当にね。で、出たんですけど、出たのになんで話さなきゃいけないのこれ。本当だよ。なんでこの企画。金獅子が出ました。じゃあ時間1時間って言ってたし。もう一個。もう一個すぐ出るよ、すぐ出る。ここのスタッフのこの手拍子ってすごいローテンションなんですよね。とりあえずやってるから。次一発で出して黙らせればいいんですよ。そうね、もうだってね。はい、分かった、出す。はい、行きましょう、せっかくね、トークはもうこんなに出してくれてるからね。そうね。ほら、もうポンって出ちゃうから。出ない。ボール4があった。じゃあ、トークは何がいいかな。もうね、甘酸っぱい話以上のものはないわ。ない。そう。学生の時の面白い話ってある。学生の頃の面白い話。学生の頃の面白い話ね。の頃の面白い話、なんかこっち集中しながらとなかなか出てこない。10連やるとね。あ、これ来るでしょ。ほらもうちょっとさー。出たー。今一盛り上がんない感じなんだよ、きっと。なんでみんな盛り上がってないんですか。やった。やった。はい。解散終わり。いや今日もうこれは上がりでいいでしょう。もうこんな簡単に多分出ると思ってなかったんだろうね。そうね。これから戻ってストーリー作んなきゃいけないんで、ちょっとじゃあ帰ろうか。そうですね。ただやっぱり10連ができたことによって10倍の速度で引けるわけじゃないですか。ってことはちょっと回しただけでこんだけ星6武具が手に入るってことですよ。実際に今金獅子の斧と杖が出たのかな。そうです。見てみる。でん、まずは杖。なんて呼ぶんだっけ。本気杖。違う、なんだっけ忘れちゃった。金獅子。はい、これが出まして、私多分ねこれも持ってるんですけど、今ほら連成あるじゃないですか、はい、でランク上げられるから、はい、正直何個あっても嬉しいですね。これランク6になるとスキルが武具スキルつくんですけど、本当だこれがね。僕のニコ生クエスト殺しでですね、うん、ニコ生クエストサンザップラのギミック入れるんですよ。これがしないと倒せないとかって、はい、こいつが全部ダメージくれるんですね。私今言われるまで気づかなかった。あ、すごい。これのおかげでなんか本来の解き方じゃなくても勝てましたってこといっぱいある。なるほど。じゃあこれで私今日星6じゃないや、ランク6にできるからニコ生クエストバイバイですね。いやいや、ちゃんと挑戦してください。でもう1個一番最初に出たのが斧ですね。はい、金獅子ですね。開封金獅子。これ金獅子かっこいいな。かっこいいですよね。金獅子ってか最初の星6の武具でしたっけ。金獅子シリーズ。これもランク上げてないからよかった。こうして武器をね、いっぱい手に入れていただいて、まあランクアップさせることでより強くなりますので、ということでぜひ挑戦してください。レアメダル皆さん余ってたりしたら、せっかくだったら私みたいに1時間挑戦とか100連とかしてみると面白いかもしれません。10分で終わります。結構出ますよ。皆さんぜひ回してみてください。とということで次回もこの企画があるか分かりませんがレアメダル終わりがお楽しみに。ではバイバーイ。出たおい素晴らしい。よかったむしろちょっと時間余ったからねやったぜ。本当だ。まあちょっとでもギリギリまで粘って出すぐらいの演出は分かるやっぱ分かるね。まあゆうきさんどうにもできないんですよ。そう運なんで